今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は作品展に向けて弾き絵をやっていたんですけれども、やっぱり何ですかね、2歳児さんはお椅子に座って待ってるのがまだ難しいので、6人ずつ、弾き絵の方を行っていきました。で、6人は柏村先生と一緒に弾き絵をやって、残りの6人は私とお部屋の中で、おもちゃを出して遊んだりしていたんですけれども、つぼみじゃない双葉組のお友達がこうお人形を抱っこして、こうなんかリアルな哺乳瓶のおもちゃがあるんですよ。なんかこう中に本当にミルクが入ってるみたいな哺乳瓶があって、こうやって飲ませてあげてたんですよ。あ、いいね赤ちゃんね、嬉しいねみたいな風に話しかけてて、私が話した時にやっぱりなんか私も見てて、数年ちょっとほんの数年前にはみんなも飲んでたのになみたいなそういうなんか姿が可愛いなと思って、赤ちゃんね嬉しいねみたいな風に話しかけてたら、なんか私がその哺乳瓶を欲しがってるって思ったのか、私の口にこうズボって哺乳瓶入れてくれて、あ、大丈夫先生もう卒業したから大丈夫言ってあ、そうなんだみたいな顔してこうね、ミルクをやってる姿を見て、なんかすごく可愛いなっていう風に思いました。で、また先ほど双葉のお部屋でお仕事をしていたら、数年前に卒園した、お友達が失礼しますって言ってお部屋に入ってきて、きっと多分ピアノに行く最中だったんだと思うんですけれども、なんか最近学校では九九を習っていますとか、その前には形の勉強をしていますっていう話をしていて、あ、三角とかって言ったら三角形ですって言われて、すみませんそれ間違えましたなんですかね、ちょっと前までは普通にお話ししてたんですけれども、なんかこう最近ね、やっぱり小学生になったっていうので、こうだんだん敬語なんかちょっと距離があるように感じてしまうんですけれども、なんかやっぱりこうちゃんとね、しっかりお兄さんになってきたんだなっていうふうに思えて、すごく嬉しくなりました。そうやって2年生とかに、小学生になってもまだこう幼稚園に来て先生たちにこう気軽に話しかけてくれるっていうのもすごく嬉しかったです。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。